こんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。久々に羽織を着て気合を入れております。っていうのもこちらアニプレックスさんから注文していた商品が届きましたので、皆さんと一緒に開封していこうと思います。おー、はい、私届いた瞬間何が届いたんか覚えてませんでした。時間差攻撃やめて。何届いたんだろうと思って履歴を見ておりますと、京マフのグッズがどうやら届いてるみたいです。やった。そう、注文していた時はあんなに楽しみにしていたのに、いろんなことがありすぎてすっかり注文していたことを忘れていました。はい、これ見てください。11月30日に到着して、今日も何日 ?12 月12日?めっちゃ時間経ってますね。約2週間ようやく開けていきたいと思います。もういろんなねニュースがありすぎて頭テンパってるんですけれども、これを開けながら皆さんとお話ししながらリラックスした感じで今日は開けていきたいと思います。確か缶バッジ買ってるんですよね私。わー、ちょっとリラックスできないかな。まあオープンパッケージのものはね、ちょっとニコニコしながら開けていきたいかなと思います。では開きました。じゃあじゃ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 ーんとこのような感じで入っております。開けてみましょう。ベラ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 ーンと、もう一枚ベラ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 ーンと出てきました。かわいい。これが缶バッジですね。10個ぐらい買ってんのかな。2、4、5、8、そうですね、私のことだから10個買っております。缶バッジじゃないか、コロットコンペイトーピンズ。そうか、今回はピンだったのね。なんかパッケージがめっちゃ可愛いですね。つるんとしていて本当にお菓子が入ってそうな感じのパッケージです。これがおいくら万円だったかな。書いてないかな。納品書、納品書あるかな。はい、コロットコンペイトーピンズが1個、もう老眼やからね、600円、6000円分。うわっ、おやだ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 、あー嫌なのか。まあ、でもね、最近ちょっと調子いいのでやっていきたいと思います。これは全8種類です。ちょっとコンプリートは難しいかな。でも通販で買ったので、もしかしたらコンプリートしてくれているかもしれないですね。期待しながら開けていきたいと思います。どうかな。あ、大丈夫今日の開始よ。こうやって並べたら本当に可愛いですね。なんかあの京都のお土産屋さんみたいな感じですね。めっちゃ可愛い。で、あとはオープンパッケージかな。こんな感じで入ってますね。すごいすごいパッケージング技術。これは何だったっけな。あ、なるほど、お茶、お茶ですね。ティーバッグ、生姜ほうじ茶って書いてますね。煉獄さんと伊之助のお茶買っております。このお茶がおいくら万円。700円です。それからこれですねのクリアファイル。じゃ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 ーんと、こんな感じで後ろはねこんな感じです。かわいいですね。で、今からピンを開けるんですけど、このキャラクター8種類となっております。天元様、みつりちゃんと煉獄さん、ねずこちゃんと炭治郎、善逸、伊之助、無一郎くんとなっております。さあ、吉野煉獄さんいらっしゃいますし、大好きなみつりちゃんもいるので、ピンズの開封めちゃくちゃ楽しみです。あとはこれがじゃーんと、フレークシールです。フレークシールは800円となっています。よっ、煉獄さんのアクスタですね。これ900円でした。はい、というわけでピンズ10個合わせますと8800円、送料が660円なので合計金額は9460円と約1万円分かな。今回も買っております。ではではですよ、いよいよこちらのピンズ開けていきたいと思います。では早速開けていきましょう。ゲーミングお母さん1個目、それではいきます。せーの、ドン。あー、ゼイくん、かわいい。こんな感じで、いや、めちゃくちゃかわいいですね。キャッハー、ちょっと
ですけど、これちょっとじゃあこっちに置いてきます。バラバラになっちゃったな。もう大丈夫今日本当に。てかまあ毎回か、私羽織の感覚が全くありませんでした。はい、じゃあこれいきましょう。次ちょっとシャッフルされたな、さっきので。ではいきます。せーのドン。あ、天元様かわいい。ではこれいきましょうか。あ、いきます。せーのドン。え、あ、ムイくんだ、かわいい。はい、ムイくんです。うわー、めちゃくちゃかわいい。ちょっとすごいいいですね、このピン。もっと大きかったらもっと良かったのに。では行きましょう。ドン。あ、善逸くん2つ入ってた。今のところはじゃあ善逸くんがかぶっちゃいましたけれども、8種類なんでかぶります。めちゃくちゃかぶってたらどうしよう。せーのードン。あ、ねずこちゃん、かわいい。おお。まあ次ドン、これいきましょう。あとはみつりちゃんと、煉獄さんと炭治郎と伊之助ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、
あ、これなんかコンプリートしてるかもしれないっていうかコンプリートサービスかな。コンプリートサービス興奮しすぎて噛んだ。コンプリートサービスしてくれてるような予感がしますね。はい、では行きましょう。ドン、あ、出ました、伊之助。あとはじゃあ私の推しのお二人がまだ来ていらっしゃいませんけれども、この3つの中に入っているんでしょうか。はい、待ってください。行きます。予感がする。揃ってないかな。善一くん3つ、煉獄さんとみつりちゃんが来てくれている予定なんですけど、どうでしょうか。煉獄さんだけ来なかった悲劇もありますからね。では行きましょう。せーの、これが現実。というわけで今回の結果、善一くんが3つ、炭治郎2つ、むいくん2つ、天元様とねずこちゃんと伊之助が1つずつという結果になりました。またまたなの。あー、もうやっぱり煉獄さん出ないし、みつりちゃんまで出てないじゃない。私のみつりちゃん、いつの間に私のみつりちゃんになったの。ごめんなさい、ごめんなさい、ファンの方ごめんなさい。はーい、もっと鍛錬を積まないといけませんね。ほんまに私の運のなさよ。まあこれでどなたかのところに煉獄さんとみつりちゃんが行ってると思ったら、まあそれでいいか。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。
動画でお会いしましょう。ごぶんわー。あー、やっちまったー。